コンサイキュウリキュウカンバーだぜカンバー。今回もファイナルファンタジー10の実況プレイをしていこう。前回はまあやべえな、レベル9の聖獣倒して、まあそして兵士たちの連続戦闘はなんとか回復なしでやりきって、ユーナさんが飛び降りてと、まあまあまあいろいろあったが、結局ユーナさんを救うことができなかった俺が不甲斐ないばっかりに、俺が何度も何度も死んでしまったばっかりに、ということで今回こそユーナさんを助けに行こうな。行きます。さあここがベベル寺院になるのかな。あ、そうだね、もう寺院だ。だって台座があるもんな。よし、おーっと違うな。何むず、え、でも今確かに多分そこしか動けるところなかったから、多分今のは正解やって大丈夫だと思いますが、何めちゃめちゃに機械っぽいけど、進行方向決定。あ、なるほどね、はいはい、A で進行方向を決定してそこに進みますと、はいはいはい、で矢印キーで方向を選ぶかな。ええ無理、え無理じゃん、え何あぶね、後ろ、ああなるほど、はいはいはい、 A 押したらいけるんだ。じゃあこのタイミング、よいしょ、そう、そこでじゃあまずはこっちに行ってみよう。むず急にタイミングゲーやらされるじゃん。え、でもこれもう向こうに行くしかないよね。あ違うか、あべべべべ、あどういうことだ、下に行ったけどこれ戻されるなんか流れじゃない、俺落ちるこれ、いや俺どこに向かってんの、やば、ちょっと待って、マップが難しすぎる、マップが難しすぎる、脳内でマップを生成しないといけないベベルのソフィアがセットされている。とりあえずソフィアを取ることができた。やばい、脳内の地図が全然完成しないむずえ、あそこでいいの、そこでいいの、 OKOKOK。ちょっとじゃあ頑張って地図を作っていこう、脳内でどの視点だよ、むずすぎるだろカメラ移動考えてくれ。これで矢印キーを押したら変わる、変わんねえな、ここでは変えることはできないという認識にしておこう。ういうい、 OKOK。 でここでとりあえずどっちでもいいから行ってみたらなんか変わるんじゃないでしょうか。さあ、あれちょっと待って、ここにベベルのやつあんな、あれいらねえやもう俺1個持ってんだ、ごめんな。ってことはこれを持った状態でいっちゃん最深部に行くってことかな。多分最深部はこのまままっすぐ進めだと思います。行ってみよう、行ける、え落ちる、もしかして、え、あ落ちた、落ちたな落ちましたね。じゃあこの右かな、ここで、ここで、そっちじゃない、そっちじゃない、逆に行きたかったんだが素では出ていけない。じゃあこれを押していこう。待って、これにスフィアセットできるじゃん、セットしといたろ、でここのも取っといて、 OKOK、 2個持ちです、2個持ちです、2個どころじゃない、あ台座に2つあるからこれ3つ持ってることになる。さあ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 、これで何か変わるのではではないでしょうか。ここ絶対に戻らないといけないところ、あっぶね、死ぬ、これ左に行きたいんだけどね、よいしょ、今どう、これだとこっちに行けるよな。でなるほど、ここはそもそもセットがしていないけれども台座があるところ、じゃあはめてみようか、どっかで進行方向が変わる、あ道ができるんすな、これはありがたい。ちょっと待って、ちなみにそこって、はい、それは全然いいんですよ、それは全然いいんですけど、そこはこれの進行方向右だよね多分、いける、今のでいけるようになった、道はできてねえように感じたけど、どんなもんだろうな。ちょ、行ってみよう。落ちたら死ぬ。どうやらダメだったみたいです。どうやらダメだったみたいです。失礼いたしました。ここです！よいしょよいしょよいしょ。OK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 。で、次のここを下っていったときに、ここ！
今どこどこで俺押した、いけた、左に曲がりたかった今、はい上でーすもう一回やり直そう。なんか知らんけどラグがあるな、確実に。いけ、ここどう、いけた、いけた、いけた、左左、オッケー、完璧です。そこに行きたかった、そういうことだよ。で、早い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 、ここ、え、無理、ここはとりあえずじゃあ左、左じゃない右も左もわからなくなっちまってる、やばすぎだな。行きました、オッケーオッケーオッケー。また何か新しい台座があるな、ただ一つ道逃してるからな。そこの右に行けたはずで、ここが風のスフィア、風のスフィアあるね。これじゃあ取って、これどこにはめるんだ、どこにはめるのは、スフィアは一つしか持てない、ちげえ、押したいんで。どこかな。でも今スフィアマックス状態だから、風のスフィアをどこかにはめるしかできないんだよな。よいしょ。で、ここは右に行けたら右に行きたいんだが、行けた？あーん、どういうこと？いや、ここは違うな。間違えた。あー、しくった。上に行っちゃった。今、あれだ。まっすぐ行って落ちたから、こっちに戻ってきたんだ。うん、なるほどね。OK、理解した。よし、とりあえず奥のこっちに来ることはできた。ここ、風のスフィアで行けるかな？いや、これでベベルのスフィアだったらきついな。頼む、いけてくれ。いけてくれ。え、いけなかった。ってことは、ここベベルのスフィアなんだけど、多分。でも、置くことができない。なぜなら、スフィアが埋まっているからである。くそ、惜しくった。とりあえず、どっかに置いてくるか、これ。ベベル邪魔な、スフィアを。いや、待て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 、風のスフィアをどっかに置いてくる方が良かったかもしれん、ちょっとわからん。さて、こちらに進んできた、一番最初のところで曲がれたぞ。で、こっち行ける、行けるかどうか試してみればいいよね。あ、逆逆逆逆だよ、バカバカ、もうバカ、逆だよ、せっかく止まれたのに。もう一回行きます。よし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 。で、これでこっちの奥に進むことができるはずだ。さて、こっちの奥は何があるかな。くるっと回って、その先はさらに回って上に登る、うんうんうん、いや違う、うん、上には登れない。風か、あそこの奥に風のスピアを置かないとここが通れるようにならないんじゃなかろうか。ってことで、じゃあこの辺のベベル級邪魔なやつをクリクリして、で考えていこう。一番最初に行った、最下層のところだな。ここに一回ベベルのスフィアを置いていきます。まあなんか必要になったらまたここから取っていこう。まあ、俺は嫌な予感がしてるんだけど、まあ、風のスフィアを一回取ります。ただベベルのスフィアが台座に乗った状態じゃないと、台座が滑れる状態にならない可能性があるなっていうことに気づいた。だからこのベベルを今取って、そっちの台座に取ってつけたとしても、この台座が今度機能しなくなってしまうんじゃなかろうかっていうところだな、怖いところは。とりあえずこれで何か起きるんじゃない。そうだよね、ベベベベベベってなって、でそれはよくて、こいつが動くかどうかよ。問題はあなたを、あ違う、これそのままいける。じゃあこのフスフィア、フスフィア、フースフィアを取って、で、はめていけばいいんじゃない？ここ。はい、へい、へい。どうですか？これはさすがに風だもんな。オッケー、抜けました。で、こいつは何？歯のスフィアか。どこに歯のスフィアかな？一回歯のスフィアをここに置くじゃない。で、もうここは多分来る必要がないところ。まあ、一番怪しいところは、いっちゃん下かな、いっちゃん下、もしくは上の2つのどっちか、いや上の2つってことはねえか、上の左側かなが怪しいかな。でこのまま台座をしていけるかどうか一回試してみよう。いけるもんこれ、あいけんだ、あなんだ、ベベルのやつ持ってないとダメなんかと思ってた。全然大丈夫でした。じゃあベベルのソフィアを台座にはめておく必要はないと。了解です。下に行きます。あばっかお前、飽和状態だよ、飽和状態だよ。一個お前手に持ってるもん多いわ、ちょどっか置いてこよう。
マジで下手くそすぎて、ここに来るまでに3回ぐらい失敗した。3回ぐらい逆が入った。やめて、本当にやめて。何させんの。で、まずはここに、スフィアをセットして、試しにここにも歯をセットしてみましょう。よいしょ、あれ、ここに歯があるよね。 OK。 でここじゃなかったらまあ一番下だろうなっていうぐらいの気持ちでいこうか。そう、どうですか、歯。はい、 OKOK、 何にも起きないね。じゃあここのを取って、ここにベベルのスフィア1個置いて、で向こう向かいましょう。まあ今まで何もしてないのがここだけなんでね、これで何か起こるだろう。おっと嘘だろう、何も起きないぞ。おっと嘘だろう、何も起きないぞ。じゃあどこをどうしたらいいんだろうな。ここに歯のスフィアをセットしたら、まあ、何も起きないですよね。そうですよね。ん、あそこに進む道があるな、扉みたいな。あれ、俺もしかして間違えてた。これもしかしてまっすぐ進める。いや、まっすぐは進めないよな、進めないよな。わかんねえけど、こいつだけ線つながってねえように見えるから、ここにスフィア置いておく意味がないと思うんだよな。だからこいつ取ってみよう、まずは。ここ、まあここ確かに歯のスフィアはめた記憶ないかもしれない。ベベルのスフィアもはめてないか。あれ、でもどうだろう、歯のスフィアはめてみるか。とりあえず、やれることはやってみよう。どうですか、はい。あ、つながった。で、これでこいつが、反応するようになったんだ。ああ、じゃあこれでよかったんだ。わーお、もうずっと迷っちまったぜ。さて、そしたら、こっちに移動が、できますよ、と。はい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 。上に行き、むずい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 。なに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 、これでいいのか、これでいけてんのか。あ、宝箱ある、宝箱あるわ。いただきます。HP スフィア。ほう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 。で、なくなって、ここを押すと台座が元に戻る。こっちに行くとなんだ、ここどこだ、くぼみがあります。まあ、ちょうど持ってきたからね。多分ここに押したら台座が上に上がってきてくれるだろう。はあ。え、ちょっと待って。これそのままこっちに押したらダメなん？押してみまーす。よいしょ。マジで台座を押すの下手くそすぎるだろ。なんで台座押せねえんだよ。台座押してくれ。いや、押せない。もう、わけがわからんけど。いや、ベベル置いてみるか。したらなんかあるか？あるんかい？え、何？ああ、今まで乗れなかったの？え、ん？ああ、今まで乗せなかったんか、本来は。あ、まあまあまあ、ベベルやつ持ってきてよかったろ。え、ちょっと待って。いや、待って、押せないんだって。だから押せないんだって。なんで？え、押せない。いくら頑張っても押せない。なんで？え？嘘。しかも台座も下に下ろせないし、失敗かよ。え？え？あ？どうしたらよかったの？ユーナは、まあ、多分中だ。まあ、オッケーオッケー。まあまあまあ、ちょ、切り替えてこう。うん。大事なのはユーナさんだ。うん。行くぞ、行くぞ。え、あ、それ腕力で開けられるもんなの？今までどうやって開けてたの？今更起きてもないだろ。まあ確かにその通り。それは間違いない。散々なんか金属使ってるし、金属機械使ってるし、もともと腕力で開けてた。何で開けてたっけ。ユーナさんが通ったら自動で開いてたもんな。まあ、キマリさんが手伝ってくれるの嫌さだな。行けってことか。オッケー、じゃあ俺しか行けないんだな、ここから先は。オッケー、仲間はいないぞ。大丈夫か？ちょ、キュウリは心もとないところあるからな。その姿のままか、いや、まあ、しゃあない。それはしゃあない。うんうん。あ、歌ってくれてる。これ、祈り子様が歌ってんのな。お前来て大丈夫？ちゃんと祝福受けられる？祈り子だ。アーロンさんも来た。召喚獣の力を授ける。そうだね。今まで知らんかったんか？うん。象に封じられた人間の魂。うんうん。あれもまた。そうだよな。哀れな死者だ。哀れな死者か。あ、いや、あれ、あの子見たことある。すごく見たことある。
おお、魂を受け取ったっていう表現になる。いつもこんなことしてんの？いつもこれで倒れて何時間で起き上がるかによって出てくるのが違うってこと？いや、アーロンさん、まあ2人にしてくれたと取るか、そう取っとくか、もう大丈夫だなって思ってくれたんだろうなと思っておこう。アーロンさんは中を見たことあったのかな？ってことはブラスカさんと一緒に掟を破ったことがあるってこと？破ろう、ウェディングドレス。邪魔だろ。出てきちゃダメ。え、ダメ。おい、じゃあダメ、じゃあ出よう。じゃあ出なきゃダメだな。いや、出てきちゃった。まるで待たねえじゃん。へっ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 へ。ちもだじ。いやいや、無理です。お前たちには裁判を受けてもらう。こっちにはユーナさんがいるんで、もう回復してくれるユーナさんがいるんで。そうだな、それはそうだ。せいぜい無理じゃん。悪い顔してんな。え、でもバハムートじゃん。バハムートじゃん。それはもうバハムートじゃん。どうしよう。だってもう属性とかじゃない、属性とかじゃないもん。バハムートじゃん。ちょ、名前考えるわ。いや、いろいろ考えましたね。え、属性のねものもないし、どう、何をねきっかけにしようかなと思いつつ、名前がバハムート、バが入ってる、伸ばし棒も入っているということで、そのアナグラムでまあちょっと5文字にするとな、なんか語感悪いからトムバーにします。もちろんなんかムハバーとかなんかその辺も考えたんだけど、まあ一番よく落ち着いたのが俺の中ではトムバーということで、これからはトムバーな。よろしく頼むぜ。おっと、セーブさせに来てるぞ、セーブさせに来てるぞ。大丈夫かこれ。まあ大丈夫だろ、セーブするしかねえんだもんな。もうセーブするしかねえもんな。これよりエボン最高法廷を改定する。おっと、裁判ですね。まあどうぞよろしくお願いします。エボンの名の下、厳正なる真理を。え、四祖族じゃん。聖なる法廷である。はい、了解です。裁かれる者よ、エボンを信じ真実を述べ。もちろんです、真実を述べます。ロンゾロー氏、ケルクロンゾロー氏、なんか五大老師みたいなのがいるんだっけ確か。はい、何時はエボンの民を守る使命を帯びた身であろう。それは間違いない。ただ質問内容を考えてくれ。うん、何時はシーモア・グアド老師に危害を加え。あ、グアドさんいるじゃん。シーモアさんいるじゃん。さらにアルベド族と手を組み騒乱を起こした。いや、まあこれはエボンの秩序を乱す。それは確かにその通りなんだよな。確かにな、外から見たらそうとしか見えない。何故このような暴挙に及んだ。でも意図はあれ説明させてくれるんだ。あ、そこは優しいよな。それはな、そう、真の反逆者はシーモア老師です。うん、そうらしい。老師は、うん、父にミジスカル様をその手で。そうだね。なんですと。でもそこしか真実ではないんだよな。初耳でしたか。いや、冷静かよ。そればかりか。うん、シーモア老師はすでに亡くなっています。やったの俺らだけどな。召喚師の大切な務め。やったの俺らだけどな。召喚師として当然のことをしただけです。え、あ、違う、あ、元から亡くなってた、もしかしてシーモアさん。どうかシーモア老師を異界へ。うん、よろしくお願いします。人は異界へ、そう申すか。あ、もしかしてアーロンさんのことを言ってくる。はい。うん。なんだい、ロウシ。死人は異界へ。お主も死人を連れているのでは。いや、あ、え、お前か。さよう、わしも死人よ。そうか。なで、マイカ総老師は賢明な指導者、ケルクロンゾさんだね。うん、スピリ必要な人物。おっと、とんでもねえ死人しかいねえ。優れた使者による指導は愚かな聖者の支配に勝るのだ。はあ、生命は所詮虚しい夢。
ここにいる老師4人のうち2人は死人ってこと？まあ人は死ぬ、うん、死ぬな。獣も死ぬ。そうだな。草木も死ぬ。そうだよ。終わりがあるからこそなんか頑張ろうってできるみたいなこと誰かが言ってなかったっけ？スピラのすべてを支配するのは死の力に他ならん。すべてを支配するか。逆らうだけ無駄というものよ。まあ、そうかな。いや、じゃあ死ねよ。逆らうだけ無駄だったら死ねよ。うん、マイカさんもシーマさんも異界に送られてくれ。それも無駄だとおっしゃるのですか？私だけじゃない。そうだな。真に立ち向かってきたたくさんの人たち。あ、浮いてくじゃん。急に浮いてくじゃん。その人たちの戦いも犠牲もみんな無駄なんですか？まあいつかは死ぬけど、その死をどうやって迎えるかっていうのは考えさせてくれっていうところなんじゃないかな。無駄とは言わぬ。うん、言わないな。確かに召喚士が何人犠牲になろうとも神は倒せ。あ、倒せないの？復活を防ぐ術はない。そう思ってるだけだろ。まだわかんない。誰と戦う者の勇気は民に希望を与えておろう。そうだな。それはそうだと思うよ。召喚士の生も死も決して無駄にはならん。うん、じゃあ死んだなら受け入れたら無駄にはならんが解決にもならん。なんかマイカさんが言ってる意味がわからんぞ。死を受け入れたらどうだ？うん。マイカ様。うん。変わらぬことこそエボンの真実。ああ、そうだね。変わろうとしないね。結局、まあ、真を倒す、ナギ説が来る、また真が復活する、これをループする。そうだもんな。やってらんねえのもんな。真実に異を唱える。やば。エボンやば。マイカ様。とんでもねえ宗教だった。